ですね、ちょっとご質問をいただきまして、関西のね、春さん、っていう方からね、ちょっとメールをいただきまして、なんかこう家庭で使うねアンプを今なんかご検討されてるみたいで、フェンダーって書いてあったからフェンダーのアンプを買おうかなと思ってるのかな。でなんか 15W、20W ぐらい、まあだいたい家庭用とか室内で使うんだったらそのくらいがものすごく便利ですよね。15W 前後っていうのがね、で、これもう15、6年もっと使ってるかな、もう、長いお付き合いしてるんですけど、これねグレコの GVA カスタムっていうね、フルチューブの真空管アンプなんですけど、結構気に入って使ってるんですけど、まあトレブルとバスとねボリュームしかついてないんですよ。ゲームマスターも何もなくてワンボリュームだもんですから、結構使うのはちょっとコツがいるんですけどね。ワンボリュームだからね、まあ、がっつりドライブさせるためには、ボリュームをかなり上げないといけないから、で、僕もね、普段これどうやって使ってるかっていうとね、これね、以前にもね、やったんだけど、中にね、アテネーターが入れてあるんです。スピーカー用のアテネーターがね。で、通常は、5W でね、鳴るように、してあるんだけど、これ今 5W の状態かな。まあフルじゃないけどね。これはね、今 5W のアンプの状態。でね、普段どうやって使ってるかっていうとね、5W フルだとね、やっぱり、たかが 5W って言ってもね、部屋で真空管アンプ 5W 鳴らすとね、結構、きついんですよね。それでね、今アテネーター入れて、これね、200mW、0.2W ね。こんな感じでね、アテネーター入れてね、0.2W にするとね、もうこのくらいの音量でもね、歪んでくる、まあもともとアンプがこう、歪んでる位置なんだけど、ただそれスピーカーで押さえてるだけの話で、ね。感じでね、スピーカーで、アテネーターで、ちょっとこう出る音をね抑えて使ってると、アンプ自体はそのままフルで、稼働してんだけど、スピーカーの方で落としてあると。でね、多分ね、そのハルさんがね 15W、20W のアンプを探し、真空管を買うのかな、トランジスタを買うのかはちょっとわかんないんだけど、これからもし買うんだ、でも、インスタ見たら、マーシャルのアンプがなんか映ってたから、あれ真空管なのかな？まあもし真空管なら、僕がね、今更言うことじゃないと思うんだけど、もしね、今トランジスタアンプを使ってたとしてね、まあ室内用だからって言って、これから買うにしてもね、できればね、真空管アンプ、小さくても真空管アンプの方がね、いいと思いますね。音がいいとか、好みとかね、好き嫌いとかもあるかもしれないんだけど、室内で使う場合はね、真空管アンプの方がね、コントロールね、しやすいと思うんですよ。まあ、これは、あくまで僕のが今までね、使ってきた個人的な、意見ね、ほんと主観の問題なんだけど、トランジスタのアンプってね、やっぱりちょっと、広域がね、耳につく部分が結構あるでしょ。ちょっとチリチリした感じでね。部屋でね、小さい音で弾くときに、ちょっと音圧感が欲しいからある程度ボリュームを上げると、トランジスタアンプってね、結構難しいんですよね。聞き取りやすい音にするとちょっと嫌味が、広域に嫌味が出ちゃうしね。で、真空管アンプはね、確かに音圧があるから、小さいアンプでも真空アンプの方が、なんか室内だと使いにくい
とね思ってる方がね多いようなんですけど、実際使ってみるとね、真空管アンプの方がコントロールねしやすいと思うんですよ。でね、僕はねこのね、このチューブアンプにまあよく使うのはね、ブルースドライバーをね手前にかましてね、うん、使ってますね。相性いいんですよ、これとね。真空管アンプとブルースドライバーって結構相性。まあ今ね、これマクソンのね、チューブスクリーマー乗っけてますけど、まあなんか一個手前にね、軽めのオーバードライブとかブースターをつないでね、で、それで、こう、二つ組み合わせて、ドライブとかクランチをね、作るっていう形が多いんですけどね。うん。なんか一個手前にかませると。だから、もしね、今ね、検討されてるんだったら、まあ、なんかとこう、合わせてね、選ばれた方がね、いいアンプをね、選べると思うんですけどね。うん。僕は今までそうやってやってきたんだけど、で、もしね、まあ、大きさは大きい方がいいのか、小さい、まあ、室内だから小さいに越したことはないと思うんだけど、あのね、おすすめはね、フェンダーアンプってね、結構小さいアンプってね、難しいんですよね、すごい。で、僕は個人的に今まで試奏して、楽器屋さんでね、試奏させてもらって、やっぱり良かったのは、ボックスのね、AV15 ってやつなんですよ。YouTube かな入れてある。最近のその、なんか蛍光灯みたいな感じの、あるでしょ、真空管。あれが入ったね、AV15 っていうのがあるんですよ、ボックスの。あれはね、ものすごく使いやすい。音もいいしね、キンキンしないし、真空管っぽい音だし。あれ 15W だな。安いんですよ。2万円以下で買える。15,000〜16,000。高くても1万8000円ぐらいで買えるんですよ、あれ。AV15。一時期ね、品薄だったんだけど、最近また、普通に入荷してるみたいでね。あれおすすめですね。うん。スピーカーはね、確か20センチか25センチか。まあ、そんな大きいの積んでないんだけど、室内ではね、ものすごくね、使いやすいと思うんですよ。音の系統としてはね、昔あったね、ケンブリッジっていうアンプがあってね、ボックスの。プリに、チューブが入ったやつね。ケンブリッジっていうのがあって、あれにちょっと似てる音でね、ものすごく調整しやすいんですよ。で、ボックスの小さいアンプってね、他のアンプはね、結構、ちょっとキンキンしちゃう感じでね、なかなか設定が難しいんだけど、AV15 ってやつは、結構いいなっていう感じ。で、ビートルズが使ってたこの縦のね、スタックになったやつあるでしょ？下にキャビがあって上にちっこい、なんか乗ってる。あれの小型版でしょ？ミニビートルっていうの。あれもね、ちょっと弾かせてもらったけど、あれちょっとなかなか難しいなと思って。うん。あれちょっとキンキンするところがあるんだけどね。うん。その AV15 ってやつはね、まあ普通のコンポタイプの結構、40〜50センチ横があるから、大きいのは大きいんだけど、内容の割には、安いんですよね。うん。僕は AV15 ってやつね、おすすめ。それか、パワーはね、あるんだけど、僕は昔ね、もう、どうかな、20年、15年以上前に使ってたね、ローランドの、ブルースキューブっていう、のがあるんですよ。この前ね、ブログにも書いたんだけど、BC ってやつね。で、僕が使ってた20年前のは BC60 ってやつを使ってたんだけど、で、当時はね、BC60 っていうのと BC30 っていうのがあって、BC30 が1チャンネルで、僕が使ってた BC60 っていうのは2チャンネル、ま、完全に独立した2チャンネルでね。で、その電源も、そのなんか、こう、真空管のなんかシミュレートした感じの、電源からいろいろその、音をね、ちょっと古い感じに、こう、シミュレートできるっていうアンプでね、ものすごくいい音でね、大きい音も使いやすいし、絞っても使いやすくていい音する。でね、今、もう何年か前にね、リバイバルっていうか、再販し始めて、まあちょっと今の仕様になってるから、昔のとは違うんだけど、BC っていう、ブルースキューブっていうやつがあるんだけど、あれはね、絶対おすすめ。大きいから、30センチスピーカー積んでるから、室内で使いにくそうに思うんだけど、あれはね、全然、ものすごく使いやすいですよ、室内でも。で、まあ、上手に使うんだったら、BC の手前に、まあ、ちょっと、クランチ系の
ドライバーを入れてね、ブルースドライバーとか、あの SD1 とか、ああいうのとこう、両方セットで使うとね、いろんな音作れると思うし、室内でもかなりね、使いやすいと思うんですよ。で、そのぐらいのクラスのね、30ワット前後の、まあ、あの、トランジスタンプだと、フェンダーで探すとね、なかなか難しいんですよね。ちょっとやっぱ癖がね、部屋で使うアンプとしては結構フェンダーのアンプってね、難しいんですよね、結構。うん。で、まあもちろんそのツインリバーブとかデラリバーとか、ただ部屋で使おうと思うとなかなか難しいでしょ。うん。でね、僕はフェンダーのアンプはね、今もあの、ファット5ってやつね、もう、娘が生まれた時かだからもう30年使ってんだけど、これは、誠に、今でも使ってて使いやすいんだけどね。うん。で、そのね、その後にね、買ったのがね、フェンダーのフルチューブでね、あの、プロジュニアっていうのがあったんですよ。今もあるのかな？多分あると思うけど、ボリュームとトーンしかついてないんだけど、25センチのスピーカーで、あれ5ワットだったかな？僕が使ってたのはツイードだったんだけど、ツイードの、カバーだったんだけど、あれ、めちゃくちゃ音、いいっすよ。部屋で使っても。ちょっとしたライブでも使えるしね。5W なんだけど、ライブで全然十分使える音圧があってね。あれ室内でもすごく使いやすい。ただ、ちょっとオーバードライブさせたいなっていう時はやっぱ手前にね、なんかマイクロアンプとかなんかかましてね、MXR かまして、こう、両方でこう、併用して使う方がね、両方ね、二つね、ブースターと、プロジュニアとね、かませてセットで使う使い方のがね、いろいろ部屋でも使いやすいと思いますけど、ね、まあね、音質を求めるんだったら、いい音で部屋でも使いたいんだったら、単体で使うことはね、考えない方がね、いいと思います。なんかと、プリのブースターとしてね、ブースターと、その本体と組み合わせセットで使うことを前提として音選びねした方がアンプ選びした方がね、まあ今までの経験からだといいと思います。どうしてもね、室内のアンプだとまあごちゃごちゃしたもんは使わずにね、単体で気軽に使いたいっていうのがあるから、アンプ単体にいろんなものを求めちゃうでしょ。僕も今までそうしてきたんだけど、でもやっぱりその音を犠牲にしずに室内でも美味しく使うのはやっぱりなんかブースターか軽めのオーバードライブとセットで使うことを前提として考えた方がやっぱりいい音が部屋でも使えるかなっていうのがね、うん、どうしても室内アンプだとどうしてもその求めちゃうでしょ、すべて一個の筐体にいろんなものを求めちゃうでしょ。そうするとやっぱり音は犠牲に、使い勝手は良くなるかもしれないけど、音はやっぱ犠牲にしちゃうからね。音はやっぱり、ね、譲れないと。音はいい音が欲しいと。でもやっぱ使い勝手良くしたい場合は、やっぱりブースターを手前に入れてね、両方でボリュームを調整しながら使う方がいい。それと、ちょっと前にもね、動画で上げたけど、やっぱり、ギターのボリュームね、ギターのボリュームとブースターのボリュームとアンプのボリューム、その3点をね、上手にこう調整しながら使うとね、室内でもね、いい風に使えると思うんですよ。まあ、お便りいただいたね、その、関西の春さんもね、まあ、ベテランの方だと思いますからね、僕は今更こんなアンプについてどうのこうのなんていうのは、本当、まあ、本当言わずもがななことなんですけどね、僕はそう思うんですけどね、なんかと組み合わせて使った方が失敗しないんじゃないかな。これからね、買う場合はね。うん。で、やっぱり、もうおっさんに、僕がおっさんになっちゃったかもしれないけど、なんかね、もう、最近は、なんかソリッドのアンプは、あんま買いたいと思わないですよね、なんかね。いいのあんだけどね、今もね。本当に真空管みたい、本当に真空管が入ってんじゃないのかっていう思うぐらいのね、いいアンプいっぱいあるんだけど、なんていうのかな、やっぱり、真空管が入ってることになんか意味があるみたいな。なんかね、うん、なんかそういうのがあって、なんか欲しいんですよ、なんか明かりが。
あったかみとかね、音はもちろん真空管のアンプの方がいいと思うんだけど、まあこれも好みだからね、あれだけど、なんかその明かりがつく玉が2つ、これ2つだからね、パワーカントプリカント2本入ってるんだけど、あの中にこう光るものが2個入ってる、まあもちろんこれね、パイロットランプはついてるけど、中にね、このぶら下がってるでしょ、裏側に、真空管アンプをおすすめしますね。でもしソリッドだったら、あのさっき言ったね、ローランドの BC、 あれはもう絶対おすすめで、ナノチューブ、ナノチューブじゃない、そのニューチューブっていう新しいね、新世代、真空管、次世代真空管、あのコルグとね、僕あの共同開発したやつね、ニューチューブってやつが入ったやつね、それを使ってるボックスの AV15、 あれはあの使わせてもらってね、すごくあいいなと思った。で値段が安いからね、1万5、6000だからね、この値段だよこのとかと思ってちょっとびっくりしたんだけど、あれ弾いた時ねすごくいい。でアンプシミュレーターがね入ってるから、いろんなアンプの設定ができるからね、室内でエフェクターもあれ入ってるしね、だから何にも考えずに変なもの、あのいろんな、あとごちゃごちゃしたもの使わなくて、アンプ単体で気軽に使いたいんだったら、ボックスの AV15 ってあれは絶対いいと思いますね。でちょっと音圧をリッチにしたいなと思ったら、やっぱり BC、 あの BC60 じゃない、 BC か、ローランドの BC ね、ブルース級、あれはおすすめですね。でまあ室内である程度音がもし出せれるんだったら、フェンダーのあのチューブのね、あのブルースなんだったっけ、あれブルースジュニアか、フェンダーのプロジュニアは何もリバーブも何もついてなくて、ワンボリュームワントーンなんだけど、僕が使ってたプロジュニアっていうのはね、でその上にブルースジュニアっていうのがあるんですよ。それはね、あのうちのねギター仲間でも使ってるやつがいいんだけど、あれはいいアンプですよ、すごく音いいしね、ちょっとしたライブでも使えるし、室内でも、まあ室内だとちょっとコントロールしにくいかもしれないけど、ブルースジュニアね、値段もそんなに高くないんだけどね、まあブルースジュニア、プロジュニアで、ローランドだったら BC、まあ個人的には BC 超おすすめですけどね。であとまあ小さくてフルチューブの、フェンダーのプロジュニア、これは音いいですね。まあサイズ的にはね、僕はこれもう長年使ってる、やっぱりこのサイズは室内だとね、やっぱ20センチっていいんですよね、すごく。12センチとか15センチだとちょっと物足りないんだけど、その8インチの20センチあるとね、結構室内で使っててもそこそこあの鳴ってくれるしね、音圧そこそこあるし、で邪魔にならない音圧だしね。これはね、あの12インチの普通の30センチの普通のアンプだと、室内だとちょっとコントロールしにくいんだよね、ちょっとドンと出ちゃうところがあるからね、夜はちょっと辛いかなっていうのがある。でさっき言ったね、あのローランドの BC ってなんで進めるかっていうと、あの出力の切り替えついてるんですよ。 0.5W からあれ 15W 30W だったかな、4段階ぐらいね切り替えれるんですよ。だから部屋で使うときに一番ワット数の少ない設定にして使うとね、あの音質っていうかね、そのサウンドはそのままでパワーだけを抑えるという形で使えると思うからね。僕が昔使ってた BC にはそう、あのアテネーターついてなかったんだけど、今の BC はアテネーターついてる、あれはね超おすすめですね。でね、確かね、さっき言ったボックスの AV15 もね、あれパワー切り替え確かついてたと思うよ、出力切り替えね。まあ、パワーアテネーターついてるアンプは、室内だともうほんと使いやすいと思いますね。で、あとね、ボックスはね、3月に、この前ブログにも書いたんだけど、電池式のアンプがね、3種類ぐらい出るんですよ。Go ってやつがね。まあ、GoTo トラベル、ね、GoTo Eat とか GoTo トラベルに引っ掛けたわけじゃない。Go っていうのが出るんですよ、今度ね、3月にね。電池式のやつね。あれね、3モデルあって、真ん中と一番上のやつにはルーパーも入ってるんですよ。で、リズムボックスも入ってるしね。
あれはね、まあ確か値段はね、2、3万だと思うけど、それ一回出るのを見てからね、買った方がいいかもしれない。あれ結構面白いと思います。もちろんあのバッテリー式で電池でも使えるしね。うん。で、電池ってね、あの、今までの乾電池うんぬんじゃなくて、もうね、USB 前提にしてあるんですよ。USB コネクタって言って、普通のモバイルバッテリーで直接、あの、モバイルバッテリーって普通 5V でしょ。あの USB をつなぐ形になっててね。うん。あの、ボックスの5ってやつ、出てからの方がいいかもしれない。来月だからね、もうすぐだからね。うん。はい、そういうことで一応今日はね、あのその大阪の方ね、あるさんからも質問いただき、まあ、あんまり参考にはならんと思うけど、どうせ買うんだったら、あ、ね、まあ、今使っておられるかもしれないけど、室内用の 15W、30W でも真空管アンプの方が絶対ね、使いやすいと思いますよ。コントロールね、絶対しやすいと思う。あの耳にキンキン来ないからね。で、年齢がね、書いてあったの僕とほとんど変わんないんですよね。まあ僕の方がちょっと上なんですけど、やっぱり50代はね、トランジスタの音そろそろきつくなってきたんじゃない、耳、うん、僕はやっぱね、真空管アンプの方が、うん、使いやすいですね。単純にその音だけじゃなくてね、大阪のね、はるさんからのご質問にお答えしましたという、ギターアンプのお話でした。